震度7とは地震による揺れの強さを表す指標の一つである。本記事においては日本における震度7を説明する。気象庁が定める気象庁震度階級のうち最も階級の高いもの。1949年の導入時は激震の故障が与えられていたが、1996年の震度階級改正以降、激震の故障は廃止された。 気象庁は、震度7について、立っていることができず、何かにつかまっていないと動くことができない。揺れに翻弄され、動くこともできず、飛ばされることもある。と説明した。一般に震度7の領域は、地下に断層が通っている場合、平野部や盆地に分布しやすく産地では、広がりは小さい。また、震源断層の深さが 20km 一進になると、 平野部でも震度7の揺れにはなりにくくなる傾向にある。震源近傍での震動の卓越方向は断層走行と直行する方向になる場合が多い。また、地震動の上下動加速度が重力加速度を超えたと見られる現象は M7 前後の地震の限られた地域で見られることがある。震度7は1949年の1月の気象庁震度外改定により、 新たに設けられた階級である。これは、1948年の福井地震を受けて、地震による被害を震度6では適切に表現できないのではないか、という意見が出たためである。震度7は以下のように定義された。激震。家屋の倒壊が30%以上に及び、山崩れ、地割れ、断層などを生じる。しかし、ここで、倒壊と全壊を、 同義語として用いる場合、前回とはどういう状態か明確にする必要がある。また、木造家屋の耐震性は時代とともに変化しているという問題がある。1995年の兵庫県南部地震で震度7が初めて適用された。気象庁の地震情報の段階では震度6だったが、当時の規定に基づき現地調査で判定が行われ、 淡路東北部から阪神間の一部地域で家屋の倒壊が30%以上に及ぶことを基準とする震度7が適用されることとなった。震度7が初めて適用されたのは地震3日後の1月20日であり、さらに詳細な現地調査による震度7の分布の認定は翌月までかかった。当時はたとえ震度7を震度計で計測しても気象庁の係員が 周辺の被害状況を調べた上で本当に震度7であったか確認するまでは発表しない仕組みであった。兵庫県南部地震の時、現地調査を行ってから震度7を適用したのでは、災害対応が遅れるとの批判が強かったため、その後、1996年以降は、すべての震度が、計測震度による判定に改められた。 兵庫県南部地震後の現地調査による震度7の範囲で観測された強震加速度波形から計測震度を算出すると6.5前後となり、計測震度6.5以上を新たに震度7と定義すれば、計測震度を試者購入した値が震度であるという関係を保つことができるとされた。さらに、被害の甚大な足屋市、西宮市、伊丹市、 宝塚市などの阪神間の都市には、計測震度計が設置されておらず震度がわからなかったという問題もあったため、従来気象干渉、津波地震早期検知網の観測点などに限られていた気象庁の発表地点としての震度観測点を、気象庁、約600カ所、防災科学技術研究所、約800カ所、地方公共団体、約2800カ所、 契約4200カ所と大幅に増強し震度観測点のデータを気象庁の情報発表に活用することとなった。2004年の新潟県中越地震で後日回収された地震計によって初めて震度7が観測され、2011年の東北地方太平洋沖地震や2016年の熊本地震では震度速報の時点で震度7が発表された。 2018年の北海道胆振リ東部地震では、震度速報の時点では、震度6強だったが、後に、気象庁が、厚間町で震度7が観測されていたことを発表した。現在、計測の最大は、熊本地震の本震の際に、熊本県益城町で観測された、計測震度6.7の震度7である。震度7の下限に相当する計測震度6.5の条件として、 仮に、同じ周期の揺れが数秒間継続した場合、周期1秒の場合は、約600ガル以上、周期0.1秒の場合は、約2700ル以上の加速度が必要とされる。なお、どれだけ揺れが激しいとしても、計測震度が6.5以上ならば、震度7とされる。1996年の改定前の検討委員会では、計測震度7.0での分割や、 計測震度7.5以上を震度8とすることも検討に上がったが、震度7では最大級の防災対応が取られるため防災上は分割の意味がないこと、計測震度7.0以上を観測した例がないため、どのような被害が発生するか不明瞭である点から導入は見送られた。1923年関東地震、1948年福井地震、 1952年十勝沖地震では、墓石の転倒と木造建築の被害率を検討した結果、これら3つの地震は、平均的に見れば同一震度で木造建物はかなり近い全壊率を生じたことが判明している。さらに、家屋全壊率と死者数との関係は、1891年農美地震と1948年福井地震では大きく変わっておらず、 少なくとも、農美地震から福井地震に至る、同一震度における家屋の全壊率は大きくは変わっていないとする研究がある。1894年、庄内地震の被害住宅の復興家屋構造の指針として、1914年に震災予防調査会が木造耐震家屋構造要領を出したが、適用範囲は6大都市に限られていた。さらに、 第二次世界大戦の激化に伴い1943年から1947年までこの規定の適用は中止された。事実上1950年に制定された建築基準法施行令までほとんどの木造家屋は耐震構造規定の洗礼を受けていないと考えられている。その後耐震基準は1981年に見直され、 震度7が初めて適用された1995年、兵庫県南部地震当時では、木造家屋の耐震性が1948年、福井地震当時とは異なっており、福井地震における家屋倒壊率30%以上の領域は、兵庫県南部地震における家屋倒壊率10%以上の領域に相当するとの見積もりがある。福井地震の家屋被害の範囲は、 兵庫県南部地震よりはるかに広いものであったが、強震度を評価すると両地震とも計測震度7に相当すると推定される領域は限定的なものとなる。また、2011年東北地方太平洋沖地震では、計測震度7を観測した栗原市月館は加速度2700があると、兵庫県南部地震の吹き合い観測点の800に、 ガルより大きいものであったにもかかわらず、周辺の住宅全壊率は月立ては0%であったのに対し、兵庫県南部地震の吹き合いは35%と高かった。これは、東北地方太平洋沖地震では加速度が高かったのは周期0.5秒未満の短周期成分であったのに、対し、兵庫県南部地震では家屋に被害をもたらしやすい。 周期1から2秒の加速度応答スペクトルが東北地方太平洋沖地震を約4倍も上回っていたためであると解釈されている。気象庁の発表地点における記録回数は6回である。各地震の詳細に関しては当該記事を参照されたい。気象庁の発表地点において震度7が観測されたのは1995年。 兵庫県南部地震以降に限られるが、これは1995年以前は、震度を観測点が、気象干渉の160点程度であったものが、兵庫県南部地震を起きに1996年以降、地震観測網が充実され震度観測点が4000箇所以上となったためである。M7 クラスの内陸近く内地震でも震度7の揺れとなるのは限定された範囲であり、 震度観測点の密度が低い場合はこの震度7の範囲が観測点につかまらない可能性が高いが観測所の数が増大して密度が高くなれば漏らさず観測される可能性が高くなるためであり日本で強い揺れを伴う地震が増えたということではない。1996年以降の計測震度7を観測したいずれの地震の観測点も気象干渉以外の地点である。 新潟県中越地震、東北地方太平洋沖地震、熊本地震における震度7の観測点はいずれも地方公共団体の設置した計測震度計であったが、北海道胆振リ東部地震では、気象庁が2003年に設置した無人の観測点、厚間町鹿沼で震度7を観測した。マスメディアなどが震度7の連続と特異性を報じた熊本地震で、 あるが16日の地震は震度7の他に震度6強の観測点が10箇所あるなど M7.3 の強大差を示したが14日の地震は震度6強の観測点がなく益城町の震度7は局地的なもので観測点と震源断層の位置関係や地震波の出方、地盤などが関係した可能性がある。本節では 震度7相当の揺れであったと指摘される地震を記述する。海野の状態。安静の大地震へず。歴史地震については、宇佐美は江戸時代に適用することを想定して、震度判定表の試案を作成している。家屋は通常のものとし、大名、大棚などはほぼ一階級強いものと考える。また1980年に、 東京都が作成した地震の震度外解説表にある老朽家屋を江戸時代の庶民の家と考えた。古記録から東海家屋数が記録から明らかな場合は被害率総数が70%以上を震度7とし被害率が不明でも記録に特定の村が港潰れ、不残壊、そう。 解ととと記述されているなななららばば震震度度釈し、し半数た。内閣府が定める災害の被害認定基準では柱が数度以上傾斜して屋根が一見無事に見えても再使用不能で壊して建て直さなければいけない状態ならば全開であるが江戸時代の記録にある階屋は屋根が落ちて地面についた福屋の状態であり現代の全開より 被害の程度が大きく、震度を過小評価する要因である。伝統的な日本の在来工法で建てられた木造家屋が30%以上全開すれば、震度7とされるが、当時は江戸時代の家屋は地震耐久性が弱いであろうから、震度を過大評価する要因となり、もう少し控えめに倒壊率20から80%未満を震度6強。 東壊率80%以上を震度7と判定している。都市は東壊率20から70%未満を震度6強、東壊率70%以上を震度7と判定している。村松は家屋全壊率30%以上となる震度7の等震度線で囲まれる領域の面積とマグニチュードとの間の関係として、 ラックス7イコール 1.25MJ-6.88 プラスマイナス0.24の実験式を得ており、歴史自身の大雑把な MJ の推定に適するとしている。また、震度7の領域は震源となった断層の近傍にあり、その分布は歴史自身の震源となった活断層の確認にも役立つと思われるとしている。近代地震について、 当時、震度7の階級が導入されていなかった時代の中央気象台が最大震度6以下としている地震の中で、被害状況から震度7相当の揺れが推定される地震、あるいは導入後でも気象庁発表対象の震度、観測点において最大震度が6強以下であるが、気象庁発表対象以外の計測震度計で震度7相当を観測した場合、 また場所によっては、震度7相当の揺れであったと指摘される地震について、記述する。なお、1872年までの日日も、震力で表記している。安政東海地震の震度分布。家屋が丸方となり震度7と推定される地域は、浜名湖東部から駿河湾沿岸、甲府盆地に及ぶ。農美地震の震度分布。中央気象大現場の地震報告による。 その他、1925年北田島地震、1941年長野地震にも、河北全開率30%以上となる震度7の、等震度線で囲まれる領域がある。その他、1949年今市地震、1968年海老野地震、1975年を追い立中部地震にも、河北全開率30%以上となる震度7の、 等身土線で囲まれる領域がある。ありがとうございます。